大正。大正は、日本の言語の一つ。明治の後、昭和の前。大正天皇の在位期間である1912年、明治45年、大正元年7月30日から1926年、大正15年、昭和元年12月25日までの期間。大正改元の証書、1912年、明治45年7月30日。 大将改元を朝日新聞が政府発表前にスクープした。大将の由来は、駅凶丹田、林家の大東類勢、天音の道なり、大いに通ると堀り手もって正式は天の道なりから。大将は過去に4回候補に上がったが、5回目で採用された。なお、大正天皇実力によれば言語を案として、大将、天京教,教科、英安、 犬徳、秋のりの案があったが、最終案で、大正、天教、教科に絞られ、数密顧問の審議により、大正に決定した。大正時代は、大正天皇の知性を指している。日本の歴史の時代区分は通常、アスカ、奈良、平安、鎌倉、室町、安土、桃山、江戸と政権の中心地による故障である。大正時代は、年数が、 大正元年大正15年の15年間で、期間は1912年から1926年の14年間で、日本史で一番短い時代区分である。平成時代、大正時代を超える期間の1989年、平成元年、2019年、平成31年と安土桃山時代、1573年、天正元年、1603年、 慶長八年の三十年間が次に短い時代、区分である。1912年、大正元年は、侵害革命が終わって、中華民国が成立した年で、民国 N 年が大正 N 年に当たる。また近日生が誕生した年であり、主体 N 年も大正 N 年に当たる。大正年間には、二度に及ぶ、五県運動、県政擁護運動が起こり、 明治以来の朝鮮内閣の政治体制が由来で、政党勢力が進出することになった。それらは、大正デモクラシーと呼ばれて、小崎幸夫、犬飼い武氏らが、その指導層となった。大正デモクラシー時代は、1918年、大正7年の米騒動の前と後で分けられることが多いが、米騒動後同年に、初めて借位を持たず、 衆議院に議席を持つ平民の原隆氏、平民最小とあだなされたが、本書の本格的な政党内閣を組織した。しかし、1921年に原は卓越した政治感覚と指導力を有する政治家であり、教育制度の改善、交通機関の整備、産業及び通商貿易の振興、国防の充実の四大成功を推進したが、 普通選挙法に反対するど、その登場期に、平民たちに期待されたほどの改革もなさないままに、終わり、大塚駅員だった中岡恒一により、東京駅構内で暗殺された、原高氏暗殺事件。この前後の時期は、不戦運動が活発化して、平塚来町や市川夫妻らの、婦人参政権運動も活発だった。1925年、 大正十四年には、加藤公明内閣下で普通選挙法が成立したが、同時に、ロシア革命への警戒感から、治安維持法が制定された。言論会も、活況を呈して、君主制と民主主義を設置しようとした、吉野作造の民本主義や見延べ辰吉の明治時代の政治家の暗黙の了解だった、憲法解釈を文字にして、後に、過分民統制を失わせることにつなが、 天皇期間説などが現れた。1921年、大正十年十一月二十五日に皇太子、広人親皇が大正天皇の病状悪化によって、摂政宮となった。力強かった時代の明治時代を見直す機運から、明治天皇と昭憲皇太后を祀る明治神宮が、混流された。1923年、大正十二年に、 加藤智三郎首相が在任中に亡くなって8日後に関東大震災が起こり、首都が壊滅的な打撃を受けたが、ほどなく復興した。震災後、山本権衛内閣が成立した。その後、第二次五県運動、県政擁護運動が起こり、5県三波内閣として加藤孔明内閣が成立した。第1次世界大戦後には、 ベルサイユ・ワシントン体制に順応的なシデ外交、加藤内閣が展開で、中華民国への内政不干渉、ソビエト連邦との国交樹立など、一定の派と派、国際協調的な色彩を示した。大正時代は、反発的な朝鮮内閣を主導していた、江戸時代生まれの元君たちが、政界から引退したり他界していった時代で、 試験選抜さされれ高等教育機関で要請された、た。世代のの人々が、社会の中枢を担うようよになっっていった国外では第一次世界大戦の結果としてドイツやオーストリア、ロシアなどで君主制が廃止されていき、共和制国家が多数成立し始めた。これらはデモクラシーの勝利とされた上、ロシア革命で普及し始めた共産主義思想も 日本のインテリ層の思想に影響を与えた。大正期の知識人は、改造、革新、革命、維新の4種類を政治運動の老眼に掲げた。大正デモクラシーの政治運動の中で、資本主義を批判する、社会主義、共産主義の影響力が強まった。文化風俗面の特徴としては、近代都市の発達や、経済の拡大に伴い、都市文化、大衆文化が花開き、 大正モダンと呼ばれる華やかな時代を迎えた。女性の就労も増え、それまでの女行などに代わって、女子事務員や電話交換手など職業婦人と呼ばれる層が現れ、デパート店員、バスガール、カフェの女給、映画女優といった新しい職業も人気となり、単発で様相のもがモダンガールの略。男性はモボが登場した。 大正年間を通じて都市にこうした協力的な文化が生まれる反面、スラムの形成、民衆創造の発生、労働組合と小作人組合が結成されて、労働葬儀が激化するなど、社会的な矛盾も深まっていった。1911年、明治44年に第二次、西恩寺内閣が成立した頃、日本の国家財政は非常に悪化していたが、 中国の侵害革命に刺激された陸軍は、抗日運動対策も兼ねて、朝鮮に駐屯させる二個師団の増設を政府に迫った。緊縮財政方針の西恩寺金持ちがこれを拒否し、政府、与党、立憲政友会と陸軍が対立すると、多くの国民が陸軍の応募に行き通り、政治改革の機運が高まった。また1912年、明治45年、 大正元年7月30日に明治天皇が崩御して大正天皇が即位したり、美延達吉が憲法講和を観光して天皇機関説や政党内閣論を唱えたことも国民に新しい政治を着させた。1912年大正元年の末、二子師団増設が閣議で認められなかったことに抗議して上原祐作陸将が単独で辞表を 大正天皇に提出し、陸軍が軍部大臣現役部官制を盾にその公認を推薦しなか、ため、西恩寺内閣は総辞職に追い込まれた。代わって、長州罰と陸軍の長老である、桂太郎が就任したばかりの内大臣と自重長を辞して、第三次、桂内閣を組織すると、宮中府中の別の原則を無視して、宮中の職から首相に転じたことが、 反発勢力が新天皇を要して、政権独占を企てているとの非難の声が上がった。立憲国民党の犬飼い武氏と、立憲政友会の尾崎幸雄を先頭とする、野党勢力や新聞に、商工業者や都市部の知識人階級も加わり、罰族打破、県政擁護を掲げる運動が、全国に広がった第一次五県運動。桂は、立憲同士会を自ら組織して、 これに対抗しようとしたが、五権運動は強まる一方だったので、1913年、大正2年、民衆が議会を包囲する中、在職わずか50日余りで退陣した、大正政変。桂の後は、薩摩出身の海軍大将、山本権兵衛が、立憲政友会を与党に内閣を組織した。山本内閣は、行政整理を行うとともに、軍艦任用令を改正して、 政党委員にも高級官僚への道を開き、また、軍部大臣現役部官制を改めて、予備、抗備役の召喚にまで資格を広げ、官僚、軍部に対する政党の影響力拡大に努めたが、九百十四年、大正三年、外国製の軍艦や兵器の輸入をめぐる、海軍交換汚職事件、シーメンス事件が発覚すると、市民衆の抗議行動が再び高まり、 やむなく退陣した。これを見た山形ら元老は庶民の間で人気のある大隈重信を急遽後継首相に推薦し第二次大隈内閣が成立した。大隈は立憲同志会を少数与党として出発したが1915年大正4年の総選挙で立憲同志会などの与党が立憲声優会に圧勝した。この結果 県案の二個師団増設案は議会を通過した。また、同内閣下で第一次世界大戦が勃発しており、同盟国イギリスがドイツに宣戦線すると、日本は日英同盟を理由にドイツに宣戦線し、中国におけるドイツの植民地沈下を三島省南洋諸島の一部を占領した。ついで大戦のため、ヨーロッパ諸国が中国問題に介入する余力のないのを利用して、 1915年、大正四年に、遠政外政府に、加藤公明外相が21箇条の要求を提出した、大化21箇条要求。続く、寺内正武内閣では、縁の跡を継いだ、北方軍閥の段紀随内閣に、巨額の借款を与えて、西原借款、政治、経済、軍事にわたる中国における、日本の権限を拡大しようと努めた。 極東の権益を奉仕するため、第四次日露協約、イギリスとの覚書、特派大使、石井菊次郎の石井、ランシング協定を締結した。1917年、大正六年のロシア革命を後期と見た、寺内内閣は、北満州、沿海州で勢力を広げようとした、シベリア出兵。寺内正岳の朝鮮内閣に対抗して、憲政会が結成されると、 寺内首相は1917年、大正6年に衆議院を解散、総選挙の結果立憲政友会が憲政会に代わって衆議院の第一党となった。大戦による急激なインフレーションとシベリア出兵を見越した米の買い占めによって国内では米価が暴騰して1918年、大正7年8月には富山県の漁村で主婦たちが 米の安売りを要求したことが新たに報道されると米騒動が全国に広がった。さらに労働者の待遇改善、小作人の小作量引き下げの運動も起こった。政府はようやくそれを鎮圧したが、シベリア出兵を推進した寺内正武首相は1918年、大正7年9月21日に退陣した。民衆運動の力を目の当たりにした元老たちは、 ついに政党内閣を認め、立憲政友会の原隆を首相に推薦し、1918年、大正7年9月29日には、初の本格的な政党内閣元内閣が成立した。家族でなかった原は、平民最小と呼ばれて国民に親しまれた。普通選挙の要求が高まった情勢を背景に、原は、政党の地位を高めながら、自党の統制拡大を行い、 大資本や地主などとの間に深い関係を築いた。また、言論との衝突を避けながらも、言論の政治力の縮小に努力した。しかし、原は普通選挙制の導入については、国民の期待に反して、現在の社会の国に向かって、脅迫を与えるものとして拒み続け、選挙権の納税資格を3円以上に引き下げ、小選挙区制を導入する選挙改革に留めた。これらは、 通り投略として世論の不信を招いた。また外交面では1919 19年、大正8年に満州で日中両軍が衝突する環状死事件が起きる。1920年、大正9年の二港事件では在留邦人と中流日本軍が赤軍と中国軍に皆殺しにされ内閣の責任が追及された。1921年、 大正10年11月4日には原が東京駅頭で鉄道労働者中岡昆一に暗殺された原高氏暗殺事件。続いて、声優会総裁となった高橋小力夫が首相となり、経済不況に対応して積極政策を試みたが、そのことで内紛が起こったため、緊縮財政と普通選挙を訴える、県政界への期待が高まっていった。 外交面では1922年、大正11年初頭にワシントン会議があり、アジアにワシントン体制が構築された。その結果、日本国内でも国際協調主義が強まった。高橋内閣は内紛により倒れ、代わってワシントン会議前権だった海軍大将加藤智三郎が、声優会を事実上の与党として内閣を組織した。 加藤はワシントン会議の協定に従って海軍軍縮を行った。さらに山梨半蔵陸軍大臣によって山梨軍縮と呼ばれる陸軍軍縮も断行して選挙権拡大の検討に入った。加藤病死後、関東大震災の危機の中で第二次山本内閣が建てられ、挙国一致内閣の必要性と普通選挙採用を訴えたが、声優会の協力が得られず、 トラノモン事件により総辞職に追い込まれた。続いて、貴族院を母体とした清浦敬吾内閣が成立し、反政党政治的な態度を示したが、それに対抗して、衆議院の県政会、革新クラブ、声優会の参詞は、第二次五権運動を起こした。1924年、大正13年の総選挙では、五県参詞、県政会、声優会、 革新クラブが対象を収め、五県三派内閣として、加藤孔明内閣が成立した。これ以降衆議院の第一党党首が首相になるのが慣習化した、県政の上道。加藤内閣は、宇垣軍宿と呼ばれる、高田陸軍師団、豊橋陸軍師団、岡山陸軍師団、久留米陸軍師団の4個の陸軍師団を削減して、大量の将校の首を切る。 陸軍軍縮を行い、兵力を削減した経費で、戦車、自動車、航空機など20世紀に導入された軍事装備を大量配置して、陸軍の近代化を行い、中等学校以上の男子学校に軍事教練を設けて、過剰となった将校を教官にした。1925年、大正14年、普通選挙法を成立させ、 納税額によらず、成人男子すべてに選挙権を与える、男子普通選挙が実現することになる。しかし、婦人の賛成権は認めず、生活貧困者の選挙権も認めないなどの制約があった。不戦には、革命の安全弁としての役割も期待されていたが、同時に8年前のロシア革命のように革命の発火になる恐れも考えられたため、不戦法と同時に、 治安維持法を成立させ、国体の変革、私有財産否定を目的とした、活動の禁止と、そうした結社に加入することを厳重に取り締まった。また、直令175号1925年、大正14年5月8日により、朝鮮、台湾、カラフトにも治安維持法が施行される。しかし、付箋の実現により、無産政党にも、議会進出の道が開かれ、 1926年、大正15年には、労働農民党が発足した。また、同年治安警察法第17条も廃止された。外交面では、日ソ基本条約を結んで、ソ連と国交を行った。同年12月25日に、大正天皇が崩御し、大正時代は終わり、昭和の時代へと突入した。1914年、大正3年には、 第一次世界大戦が勃発した。言動の井上薫はその機会を、天遊と言い,い、日英同盟を理由に参戦した。本土や植民地が被害を被ることこそなかったものの、連合国の要請を受けて、ヨーロッパにも派兵し、多数の戦死者を出した結果、戦勝国の一員となった。発生直後こそは、世界的規模への拡大に対する混乱から一時強行寸前にまで、 落ち入ったが、やがて戦火に揺れた、ヨーロッパの列強各国に代わり、日本と米国の両親行国家が、物資の生産拠点として、貿易を化させ、日本経済は、空前の好景気となり、大きく、経済を発展させた。特に世界的に品不足となった影響で、繊維、宝石産業、漁網製造産業などの軽工業や造船業、製鉄業など、重工業が、 飛躍的に発展て、更新的な未発達産業であった、化学工業も、最大の輸入先であるドイツとの交戦によって、自国による生産が必要とされて、一気に近代化が進んだ。こうした中で、多数の成金が出現する。また、政府財政も、日露戦争以来続いた、財政難を克服することに成功する。しかし、1918年、 大正7年に戦争が終結すると過剰な設備投資と在庫の滞留が原因となって反動不況が発生して景気が悪化した。さらに戦時中停止していた金輸出禁止の解除、いわゆる金解金の時期を逸したために日本銀行に大量の金が滞留して金本位制による通貨調整の機能を失って政府、日銀ともに景気対策が後手後手に回った。 さらに、関東大震災による、景品工業地帯の壊滅と緊急輸入による、在庫のさらなる膨張、震災手形と、その不良再建化問題の発生などによって、景気回復の見通しが全く立たないままに、昭和金融強行、世界強行を迎えることになる。パリ講和会議では、人種差別撤廃案を主張し、人種差別撤廃を訴え、大多数の国の支持を得たが、 アメリカ、イギリス、オーストラリアなどの反対によって否決された。当時アジアの中で数少ない独立国であった日本は国際連盟に加盟し、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの5カ国と並ぶ世界の一等国として国際連盟の常任理事国となる。国際連盟事務次長にはニトベ・イナゾウが就任している。しかしドイツ植民地であったマーシャル諸島、日本は南洋諸島に 南洋庁を設置したが日本に委任統治された結果、日本の太平洋地域への進出が進み、フィリピンやハワイ諸島を領有するアメリカと直接的に、領土、領海の教域が接するようにもなり、日米の対立関係は深まり、アメリカの圧力で日英同盟が解消されるなど、太平洋戦争への伏線が芽生えることにもなった。1923年、大正12年には、 関東大震災が生じた。この未曾有の大災害に東京は大きな損害を受けるが、震災後、山本権衛内閣が成立した。新内閣の内務大臣、山本内閣の内務省となった後藤新平が、震災復興で大規模な都市計画を構想して、手腕を振るった。震災での壊滅を機会に、江戸時代以来の東京の街を大幅に改良し、道路拡張や、 区画整理などを行い、インフラが整備され、大変革を遂げた。この際、江戸の伝統を受け継ぐ街並みが一部を残して破壊され、東京は下水道整備やラジオ放送が本格的に始まるなど近代都市へと大きな進化を遂げた。しかし、一部に計画されたパリやロンドンを参考にした環状道路や放射状道路等の建設は諸事情により行われなかった。 これによって培われた経験が戦後の首都高速の建設につながる。一方、この震災の混乱の中、朝鮮人に対するデマが拡散してしまった。また他にも金融恐慌が起きるなど、社会に大きな影響があった。日本初のレコードでヒットした歌謡曲とされる松井諸馬子のカチューシャの歌をはじめとする数々の歌謡曲が誕生した。 実は、ジャズもこの時代に、日本に伝わり、それなりに発展する。落語、講談、脳、文楽、歌舞伎、新パ劇、新国劇などの日本的な伝統演劇に対して、西洋劇を導入する新劇運動が盛んになり、昭和時代に発展する芸能界の基礎となる俳優、優、歌手などの職業が新しく誕生して、その後の大衆文化の原型が生まれた。 活動写真、現在の映画や少女歌劇、現在の宝塚歌劇団が登場した。日露戦争頃から当時の経済文化の中心地であった大阪、神戸において都市を背景にした大衆文化が成立し、阪神館、モダニズム、全国へ波及した。今日に続く日本人の生活様式もこの時代にルーツが求められるものが多い。道路や、 交通機関が整備されて、路面電車や青バス、東京乗り合い自動車や窓か太郎バスなどの乗り合いバスが市内を走行して、大正後期から昭和初期までの大大阪時代に、大阪府では、東京府よりも先におびた正しい私鉄網が完成し、中津区、小林十三が主導した阪神急行電鉄の巧みな経営術により、阪神間に多くの住宅衛生都市群が出現した。 一方、日清戦争、1894年から1895年、明治27年、明治28年を経て、東洋一の貿易港となっていた、神戸港におびただしく従入する最新の、欧米文化を彼ら衛星都市の富裕層が受け入れて、広まり、モダンな芸術、文化、生活様式が誕生した。大阪、神戸は、関東大震災、1923年、 大正12年後に東京から文化人の移住等もあって文化的にさらなる流星を見た。大正中期に都市部で洋風生活を取り入れた文化住宅が一般向け住宅として流行をした。東京府、東京市では関東大震災で火災による被害が甚大だった影響で江戸期から下町が江戸時代の町並みを失う一方、震災の影響が 総じて少なかった丸のうち、大手町地区にエレベーターのついたビルディングの建設が相次ぎ、一大オフィス街が成立した。下町で焼け出された人々が、世田谷、杉並東それまで、純然たる農村であった地域に移住して、新宿、渋谷を単なる盛り場から、副都心へと成長させた。1918年、大正7年に、専門学校から昇格する形で、 私立大学を中心に、旧制大学を認可する大学令と高等学校令が交付されて、高等教育機関整備されて、東京定大の卒業生の半数が民間企業に就職するようになり、サラリーマンが大衆の主人公となった。明治時代まで呉服屋であった老舗が次々に百貨店に変身を遂げ、銀座はデパート街へと変貌した。井戸山木による かまどの使用や明治時代の石油ランプが捨てれて、上水道、ガス、電気が普及する。神前結婚や、大本教や霊友会など新宗教が盛んになる。家庭電気器具では、扇風機、電気ストーブ、電気アイロン、電気コンロが普及した。ブリキやセルロイド製のおもちゃなど新素材のおもちゃが登場した。戦中に中断されて、戦後に復活して継続されている。 箱根駅伝や甲子園球場で行われるようになった中等学校野球などのスポーツが開始された。明治神宮外苑に神宮外苑野球場ができたのが1926年、大正15年で、その前年出発した東京六大学野球がいよいよ流星を極めるようなる。東京に拠点を置いていた時事新報、国民新聞、一万長報の主要紙が、 関東大震災の影響で被災して長落し、取って代わって、大阪に本社を置いていた、大阪朝日新聞、大阪毎日新聞が100万部を突破して、東京に進出、それに対抗した、読売新聞も成長を果たして、今日、三大神と言われるようになる新聞業界の基礎が築かれた。1925年、大正14年3月には、東京、大阪、名古屋で、 ラジオ放送が始まり、新しいメディアが社会に刺激を与えるようになる。大正前期、新聞について書かれた記事によると、風俗処法第467号1916大正5年1月の新聞紙にて、柏建政は新聞紙は各庁法なるものとして尊ばれるとともに、群衆心理を左右する恐るべき魔力を有す。と述べている。 また、三本越三郎、安城と、貴城、続東京馬舞きゅうり、1914、大正三年十二月無星神総書の、新聞の裏面にて、群毛は、新聞裏面を知らないで、表面に現れた文字だけよりかは何も知らない。とあるように、大正期の新聞は人々に、多大な影響を与えた。震災で鉄道が被害を受けたこともあって、自動車が、 都市交通の日の木部隊にのし上がり、円卓などタクシーの登場もあって、旅客か貨物であるかを問わず、陸運手段として大きな地位を占めようになる。また、オースチンやフォード等の輸入車が中心ではあるものの、上流階級や富裕層を中心に、自家用車の普及も始まった。都市部では新たに登場した、中産階級を中心に、洋食が広まり、カフェ、レストランが成長して、 飲食店のあり方に変革をもたらした。カレーライス、トンカツ、コロッケは大正の三大洋食と呼ばれた。特にコロッケは、増田太郎か蛇作氏の楽曲のコロッケの歌、1917年、大正六年にヒット曲となり、コロッケ以外に、オムレツが大正の三大洋食と呼ばれたの登場により、洋食とは縁のなかった庶民の食卓にまで影響が及ぶこととなった。 米騒動による米価高騰対策として原高市内閣は積極的にパンの大洋食運動を展開した。パンは昭和の戦後期になって普及するが和製洋食に米のご飯という戦後の日本人の食事の主流は大正時代に定着して中華料理の中華そばの普及や和食の復権運動があった。子供たちに人気があったロシアパンが ロシア革命で日本に亡命してきた白系ロシア人にって紹介されて広まった。1919年、大正8年7月7日に日本で初めての乳酸菌飲料のカルピスが発売される。腎臓氷が発達してコロッケフライなど副食が洋風化した。アイスクリームパンチキンライスコーヒーラムネ、紅茶、サイダービールキャラメルチョコレートなど洋食品が普及した。 喫茶店やレストランが増加した。昭和一桁、昭和時代の初期にかけて、中華料理、南京料理の麺類や缶詰類など簡易食品が発達した。女性の間で洋発が流行して、73分け髪の毛の耳隠しなどが行われて洋風が普及した。女学生に制服が使用された。男子はセルの袴がよく使用された。明治時代まで庶民には、 円のなかった欧米式美容室、ダンスホールが都市では珍しい存在ではなくなり、モダンボーイモダンガールの男女など男性の様相が当たり前になったのもこの時代である。一方、地方、特に農業村の労働者階級ではそういった近代的な文化の恩恵を受けることは稀で、都市と地方の格差は縮まらなかった。前の研究で、 日本哲学を作り上げた哲学者の西田喜太郎など、京都帝国大学の学者たちが研究していた、京都学派が学問の主流だった。東洋史では、歴史学者の内藤コナンが唱えた、中世の党から、近世の僧の時代にかけて、中華帝国の構造が変化したことを発見した、闘争変革論などが、大正時代の歴史学の主流であった。文学界には、 新現実主義の芥川龍之介、丹美派の谷崎純一郎、さらに武者の工事寂圧、死がなおやら人道主義、ヒューマニズムを理想とした白樺派が台頭した。この頃までに近代日本語が多くの文筆からの努力で形成された。し、和歌では萩原作太郎が新しい口語自由詞のリズムを完成させ、今日に続く文章日本語のスタイルが完成し、 上記の他に、中里海山の大菩峠や文芸春秋の経営にも当たった菊池博士などの文芸作品が登場した。一冊一円の円本が飛ぶように売れた。この時期の1921年、大正10年には、小牧大宮によって雑誌、種牧区人が創刊され、昭和初期にかけて、プロレタリア文学運動に発展した。また1924年、 大正13年には演劇で幼い薫が築地小劇場を創立し、進撃を確立させた。新聞、同人誌等が次第に普及し、新しい絵画や音楽、写真や活動写真と呼ばれた映画などの娯楽もに充実した。廃壇では、ホトトギスが一大勢力を築き、保守廃壇の最有力詩として流星を誇った。リュウ・ムネヨシが、 朝鮮美術を進めて民芸運動を提唱した。大正時代末期には、カブラキキヨカタが展覧会芸術などに対して版画等のことを卓上芸術として提唱した。この当時、社会事業をめぐる議論が盛んとなり、米騒動後には政府、地方で社会局及び方面院制度の創設が相次いで行われ、それらの機関によって、 都市の貧民調査や公設市場の設置などが進めれていった。また1919 19年、大正8年には第一次世界大戦を契機とした国民の思想、生活の変動に対処するという目的で内務省の主導による民力寛容運動が開始されており、後の強家総動員運動の先駆けともなる国家が国民の生活の隅々まで統制を行おうとする。 傾向がこの時期から見られるようになる。こうして、対象年間において、社会事業が活発となった原因として、尾崎葬儀の頻発や、労働運動の大規模化などを、地方改良運動に見られるような従来の生産拡大方針では、解決不可能な問題が深刻化したとが指摘されている。鈴木文治によって、友愛会が設立されて、 第一次世界大戦期間中にインフレが進行したことによって米騒動が発生した。成金が誕生する一方で貧富の差が拡大したことで急増した労働争議に友愛会などの労働組合が深く関係した。対象デモクラシーによって様々な社会運動が行われた。地の汚れ意識が強くなった中世の鎌倉仏教の時代から近世、江戸時代にかけて武士、 百姓、町人、いわゆる首脳交渉以外に得た、否認呼ばれた、先民身分が形成された。明治以降も、特定集落などに、封建時代の負の遺産として差別されていた先民の子孫が存在していた。日本が明治期に近代化されて、市民平等となった後も、先民の子孫、ブラック民の家系や、被差別ブラック出身者を差別する家柄差別が、 封建制度の負の遺産として残っていて、新平民の故障で平民扱いされなかった国民がいた。明治政府の貧困対策の不備、二分解放政策の不備があったこと、また先民専用の比較産業などの貴重な制御を失い貧困層となったことや、村社会やイエス制度下の900兆身分の農民層からの偏見があったため、明治時代になっても被差別部落問題が存在した。 明治維新によって市民平等となったが近代会後も被差別部落問題が解決されなかったために最高万吉や坂本聖一郎らが中心となり1922年大正11年に全国水平社が結成された女性の解放が叫ばれて女性が勤務した職業として事務員、デパートの店員、バスガール、電話交換手、ウェイトレス、和文屋 英文のタイピスト、ほぼ、看護婦、劇場の案内人、美容師など、社会進出して働く、職業婦人が増加した。女性運動家が出現して、普通選挙運動の要求が、男性のみであったことから、日本にも、婦人参政権獲得を目的とする、女性解放運動を推進する新婦人協会が、設立され、女性が、地位向上を求めるようになった。また、 高等女学校への進学も増えた。3.1独立運動によって日本統治時代の朝鮮で朝鮮総督府がこれまでの憲兵警察制度による武断統治を見直し内戦一体と朝鮮半島の近代化を目的とする文化政治に改めた。貧困から逃れるため朝鮮人の外地から内地への密交が多発して在日朝鮮人の増加に伴う内地人との 圧力や社会不安が社会問題となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。